魔法使いサリー、魔法使いサリー、魔法使いサリーは、横山光つの漫画及び、それを原作としたアニメ作品である。1966年版は、東映魔女っ子シリーズ第一作。魔法の国から人間界へやってきた、小学五年生の少女、サリーと、サリーが魔法使いであることを知らない、同級生たちが繰り広げる愛や友情の物語である。 原作である漫画は1966年、昭和41年7月号から1967年、昭和42年10月号まで、集英社の少女漫画雑誌、リボンに連載された。連載当初は、魔法使いサニーの題名であったが5回連載した後に、魔法使いサニーと名前を変えた。これは、アニメ化の話題になり、サニーの商標系を持っている、家電メーカーのソニー、 当商標日本第49万4012号からサニーの使用許可が降りなかったための変更である自動車のサニーを販売していた日産自動車はソニーから使用許可を得ている。以後、漫画、アニメともに魔法使いサリーの名前で統一し作品を展開している。アメリカの人気ドラマ、奥様は魔女のヒットがきっかけとなった日本初の少女向けアニメである。 敏腕制作者、渡辺良徳、東映テレビ部部長、後本社副社長が原作者、横山光輝を説得し、東映動画として制作した、魔法少女シリーズ第一作である、ジャパニーズヒーローは世界を制覇す。おはじめ、日本人脈機、いつもアニメが、ナンバーを、二0 1年三月二十五日付、朝日新聞有関などに、魔法使いサリー成功の経緯について、 詳しく書かれている。17話までは、モノクロ、18話、1967年4月3日、初放送からはカラー。そのため、1970年代後期からの、再放送は18話から行うようになっている。雪室俊一によると、当初は半年で終わる予定で、最終回のフィルムが早々と完成していたので、ポロンなどの延長分で登場したキャラクターは、 最終回に登場しないため、どうするか悩んだという。最終回の予告では次番組、秘密のアッコちゃん、第一作とコラボを行った。これは、VHS ビデオソフト版、最終31巻ラストや、DVD ボックス、秘密のアッコちゃんシリーズ、全巻購入特典としても録されている。また2004年9月から2005年8月に、東映チャンネルの、ワクワク。 アニメタイムで放送された時も、自番組が、あっこじゃんということもあってそのまま放送された。人間界へと、お忍びでやってきた魔法の国の王女サリーは、ひょんなことから、人間の女の子、ヨシコとスミレと出会い仲良くなる。それをきっかけに、魔法で家を建てて、人間界へ定住し、笑いあり、涙ありの様々な人間模様を繰り広げていく。 放送系列は放送当時のもの。テレビアニメ化40周年を迎える2006年12月20日には、ユニバーサルミュージックより、初代アニメ版の DVD ボックスがリリースされた。東映チャンネル、CS 放送、ケーブルテレビチャンネル放映時では、欠番であった20話66話71話すべて、含んだ完全収録になる。PV のマイナス6100。6 100 初回限定版サリーカブのフィギュア付き定価78,750円、ピーブドマイナス61,119、通常版定価75,810円。制作、放送は1989年、平成元年であり、前作の放送から20年以上経っていたが、前作の最終回を踏襲し続編として制作された。ただし、前作終盤での、 コロンの描写を完全に無視した形で始まったり、1980年代後期からの時代背景が反映されるなどの相違点があり、正確には続編的内容のパラレル作品となっている。1980年代中頃から起きたレトロブーム末期だったことや1966年版を見ていた視聴者にも人気があり、前作同様2年間のロングラン放送となった。なお、 本作のキャラクターは口述する。サリーチャんが死ではない。今作も人気はあったが、あまり再放送されず、ちなみに朝日放送における子供アニメ大会や、秋田朝日放送での再放送の実績がある。ソフト化、ただし TV スペシャル2作、劇場版、編集をムニバス版のみ、東映ビデオより、リリースされたに恵まれなかった。しかし、東映アニメ BB プレミアムにて、 劇場版が2008年4月より、レギュラーシリーズ全88話が2008年5月より順次、配信された。1990年元日放送の2作発のスペシャル版では、冒頭でサリー・カブ・ポロンによる新年のご挨拶が放送された。魔女っ子アニメの元日放送は1968年の前作第57話から22年振りのことであり、 この時は作画の関係上ご挨拶がなかった。前回第56話のラストに行ったので、ご挨拶付きの元日放送は、史上初。本番組終了後、月曜19時30分枠のアニメは再び叩いたが、半年でアニメ枠に戻り、現在も続く、クレヨンしんちゃんが開始される、1996年4月に、金曜19時30分枠へ移行こう。 魔法の国へ戻り退官式を迎えたサリーは女王に即位すれば二度と人間界に戻ることはできないと聞かされ困惑するそんなある時トラブルに巻き込まれサリーに助けを求めるよしことすみれ声が聞こえてきた決心して人間界に戻ったサリーは両親との約束通りにみんなと築き上げてきた友情の思い出を魔法で消し去り様々な出来事を経験しながらみんなと 新しい友情を育んでい。いずれもビデオリサーチ調べ、関東地区、小学館、講段車両法の用事誌で掲載されたが、本作は小学館寄りの作品である。講段車の紙面には主に迷路や間違い探しが多く掲載された。初代アニメ版では、サリーたちの足が円柱に近く、足首が細くないなど、凹凸のほとんど見られないデザインとなっている。 これが印象的だったため、以降、漫画、アニメやイラストなどに登場する、こうした凹凸のない足のことを、サリーちゃん足と呼ぶようになった。こうしたデザインは、当時の漫画などではごく普通に見られた表現だった。なお、二代目、魔法使いサリーでは、サリーちゃん足ではなくなった。BS 朝日で2007年、平成19年10月から2008年。 平成20年9月まで1966年、昭和41年版を再放送していた。ただし BS 朝日では、モノクロ版、第1話、第3話を放送し、その後は、カラー版の、第18話からの放送となっている。東映チャンネル放送時に欠番となった第20話、第66話、第71話は、BS 朝日でも放送されなかった。BS 朝日での放送は、 第73話で終了している。ただし、2006年、平成18年に発売された DVD では、全109話が完全収録されている。2008年5月3日から5月11日まで、白品観劇場にて、ファミリーミュージカル魔法使いサリーが公演された。主催は、フジテレビジョン、TKO。横山光輝のコミック、チンギスハーン文庫版、第5巻に、 秋月達郎が寄稿した解説文によれば、南野陽子を主演に据えた実写映画を東映が制作する計画があった。大人になったサリーが再び人間界にやってきて恋をするというストーリーで、脚本と監督がほぼ決まり横山の巨諾を得たところで、南野とサリーのイメージが合わないとする東映重役の横槍により中になったとのことである。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。